あっという間だったな、ね、さあ、ね、これにて本日のプラグランは終了となりますがここでライアントゲームズより日本のバロラントファンへ向けたメッセージが届いてるということでご覧ください。どうぞ。すごい。日本のバロラントプレイヤーの皆さん、こんにちは。Hello, Valorant players in Japan. My name is Anna Donlin, and I'm the executive producer of Valorant here at Riot Games. And today I'm here with you to share a message on behalf of the entire Valorant team. It's important that we take a moment to express our gratitude and thank you for all of the support that you as a community have shown to Valorant. It has been really amazing to watch.It's because of all of you that this year has been so, so special. There's been so much to celebrate with our Japanese community. We welcomed Valorant into its second year as a live game. Zeta Division finished third in the VCT Stage 1 Masters. And we were able to hold the VCT Challengers Japan Stage 2 Playoff Finals at one of the biggest venues in Japan, Saitama Super Arena.With your growing support for Valorant in Japan, we can't wait to deliver you even more amazing experiences. And since tomorrow is Christmas, we thought we'd share a special video with you now. I hope that you all really enjoyed Riot Games 1. Thank you. What are you doing?13対5勝者はエクステン。自分も負けて悔しいです。すいません。行くしかない竹瀬。頑張れ竹瀬。では最後は無理せ13対4。セカンドマップビッグマップだったスプリットを落としました。まあ最悪の結果になりました。すいませんでした。これが韓国流の耐え方か。魔法がダブルキル、さらにはゼスト、ゼスト、ワンワイム残ったら点、さらにゴムゼストドリブルキル、勝利者の韓国代表、ディアレックス、日本代表、2マップを落とし、非常に苦しい、苦しい、そして悔しい。オペレーター、20秒。一応分かった。ステップ日本に勝利をもたらしました。12対8後がありません。ゼータナイス、オペレーターも崩した。3人抜き点、ナイスナイスナイス。ゼータチャレンジ10本目、これやばいよ。あと1本でオーバータイム、追いついた日本代表、マッチポイントみんなの代表。ラズ、おっ、時間使って実力を見せろ。ラズがいる、大丈夫だ。スオツ、あと黒を頼んだ。反則拡大選手よ、フラッシュ、どうだ、降りてきたか、降りてきた。やばい、やばい。ラズさんが、いや絶対勝てるから、絶対勝てるからっていうのを抜かれたんですよ。うん、入ってた、入ってた。はい、もう僕はずっと信じてて、でオーバータイムからもずっとみんなを信じてて、カーテンオープンだ、行ってこい。まだある、時間はたっぷりある。逃げよう、うわー、最後はスガーテロの勇者、スガーヒーロー誕生。これは奇跡ではありません、チャンピオンズへの奇跡です。やばい、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 ゼータディビジョン世界へ羽ばたけ。ウェルカムトゥブリシティ。 B 面横取った、横取った、ノーゼット
の日本一、初の世界大会出場決めました。ローセプション丁寧なクリアリングをしていくのヒーリング決めました。もうハイドクルミがヒーリングを取って3マップ目アテスト勝利したのはメーテルホテラバえ。おお、日本に来る？え？え？え？そういうことだよね。おお、すごい。すごい。すごくね。マジか。すごいね。次これ。これ関係者誰も教えてくれなかったぞこれ。ガチサプライズじゃねえか。すごい。おぉ、すげえ。みたいな感じ。マジ？みたいな。マジ？ってなって。ああ、ちょっと言葉にならないっすね。マジ？あれあれあれ？ほら、これよかったな。どうだ、全力でやってきてよかったな。最高。ナイスシュート決めました。素晴らしい。最高の気分。すいません。はい、もう本当に嬉しいです。地球俯瞰視点、地球見下ろし視点になった時に確信したよね。日本のサプライズ、日本列島も書いてないからね。びっくりしたわ。素でここの声が出ちゃいましたからね。おらよ。もうね、もう皆さんの歓声からそうですけども、ファンの皆さん、いろいろね、コミュニティの皆さん、もう実会席のもうみんなもそうですけど、まあ、これまで日本のねe スポーツシーンを支えてくれた本当に皆さんありがとうございます。これからもね、この国内の e スポーツシーン盛り上げていっていただければと思います。よろしくお願いします。すごいね。すごいよ。ってことは俺会場で見れるじゃん。最高のクリスマスでしたね。VCT すごいクリスマスプレゼントが、いいプレゼントもらった。なんかね、我々ももちろんですし、ファンの皆さんも、そしてなんてよりも日本の VCT、まあファーストストライク始まり、ずっとこう参加してくださってレベルを上げて、で世界で羽ばたってくれた CR であったりゼータであったり、そういえばなんかあの最後になんかクリスマスなんでみたいなこと言ってさ、ムービーに切り替わったじゃん。なんとか2023年、ムービーが結構長かったからさ、そのクリスマスなんでのところ忘れてさ、別になんかあるみたいなの思ってなくて、普通になんか今年とか、なんかその今振り返りの動画なんかな、そうそう、 VCT の振り返りなんかなと思って見てた。バロランスチャンピオン2023って、そうそうみたいな。選手の方々もね、地球のあれからネズムして日本を映して振り返っていきましょう。リエさん、2日間、まあロールキの試合この後まだあるから、この後まだあるか、あるか、あるある、まだみんなチャンネル変えるな。そっかそっかそっか、この後まだあるかな、見続けてきて、いや分かんないけど、それでこの選手たちの凄さが分かった上で、さらにこの来年が楽しみになるような試合を、ロールのワールズを、ロールのワールズ東京でやんないですか。今日の試合は来年のために、東京でやんないですか。でもありまして、本当にオッチパーティーの締めの挨拶をお願いします。では代表して、本日はとても楽しかったです。このような場所でオッチパーティーという形で現場の臨場感を味わいながら見ることができて、そこで3人で完成させる、最高に楽しかったです。本当にありがとうございました。まずは皆さん本当に見ていただいてありがとうございました。まあいろんなね、各国のチームが集まって、多分日本で初なのかな、こんなに集まってやるの多分、うん、でこんなにね大きい会場で出て、まあ、最後にサプライズの動画もありましたけど、やっぱ日本のねなんか e スポーツが最初遅れてるみたいな感じでサプライズ動画でも流れてたんですけど、ようやく追いついて、
で、世界大会も日本で行われるという発表があり、2023年楽しみだなという思いです。本当に今日は楽しかったです。ありがとうございました。昨日今日はありがとうございました。ウォッチパーティー2日間やって、まあ、僕後半昨日はいなかったんですけど、昨日平日だったっていうこともあって来れない人もたくさんいたと思いましたが、また VCT が日本で開催されるっていうことが決まったので、来年はみんな調整して、まあ、来れるようになったらいいなと思うばかりです。ありがとうございました。お疲れでした。お疲れ様でした。さよなら。